はい、お疲れ様でございます。鍋でございます。お昼になりましたんでね、お食事いただきます。今日もちょっとこの後打ち合わせが控えてるので、あんまりバカ食いもできなくて、またねマクドナルドです。今日はねダブルチーズバーガーをね、あのクーポンで買いました。290円だったかな、そのぐらいなんですけどね。ただね、ダブル感がないな、ダブルチーズバーガーなのに。何だったかな、ダブルチーズバーガーってっていう感じですね。書いてあります。ピクルスとかね、小さい頃は食えませんでしたね。ちょっとね、今日まあチーズバーガーがどうっていうよりは、本当雑談になっちゃうんですけど、私のね会社の同僚の N 君っていう、ね、子がいるんですけど、ずっとね乗り続けてた愛車を手放すってことになって、でね、今回その愛車をね、こうのスナップとかを集めて動画を作ろうってね今やってるんですよ。で、彼が持ってるその iPhone とかデジカメとかで作ってね、すごくかっこよく作ってるんですよね。編集は iMovie で編集してるんですけど、ほんとセンス良くてね、私なんかほんと撮ったら撮りっぱなしっていうかね、映したら映しっぱなしみたいなところがあって、なんかね、編集ソフトがどうだのこうだのって言うんだけど、でも、もうね、感性がやっぱりいい人はいいね。なんかそんなのをね、こう見ながら、結構自分は自分なりに頑張ってるつもりだったんで、ああ、もうなんか、もうその、なんていうかな、出だしの感性が違うんだなと思ったらね、やっぱりちょっとショック大きかったですけどね。ただ今回その彼 iPhone とかで撮る方が多いので、iPhone のデータを、逆か。デジカメで撮ったデータを、iPhone に入れて、で、iPhone の中の iMovie で編集してるんですよ。だからね、そのデジカメのデータを iPhone に入れるっていうのがやっぱり彼めんどくさいっていうか大変らしくって、昨年だったかな？今年だったかな？私ご紹介してるんですけど、Wi-Fi メディアリーダーっていうのがあってね、すごく便利な道具なんですけど、デジカメで撮った写真とかを、その機械のね、Wi-Fi メディアリーダーっていう箱にピコッと挿して、で、Wi-Fi で iPhone に飛ばせるんですよね、データを。だから、iPhone ってね、SD カードが入ったりするわけじゃないですから、すぐ容量いっぱいになるじゃないですか。だからね、そのやり取りがすごく便利だって言ってね、本人、そのメディアリーダーを買うなんてね、言ってましたけどもね。そんなのもね、こう身近な存在にも、ね、自分のこう買った商品とかで、ちょっとね、役立てそうなものがあって、まあ、彼がそれをまあ便利そうに使ってるのを見てるとね、ちょっと嬉しい気持ちになりますね。彼、注文するんじゃないかな、と思うんですけど。そして飲み物は、タリーズのバリスターズブレンド。このチキンクリスプのチキンだけ売ってくんねえかな。3枚200円ぐらい。はい、食べ終わりました。いやー、うまかったですね。お腹もそこそこいっぱいでいいです。さっきのね、動画の話じゃないですけどね、 N 君のね、まあ、撮影についてはね、本当本人すごく一生懸命で、そうセンスも良くて、なんかね、私の機材とかで、協力できるものは協力しなきゃなと思ってるんですけど、何年乗ったのかな、もう7、8年とか乗ってたのかな、10年近く乗ってんのかな、乗ってたんですよね。でも綺麗にしててね、すごくいい車だったんですけど、まあもちろん経年劣化もあってね、あちこちにこう傷がついたりしてて、なんかね、その、ピカピカだった時の車のこうイメージもね、まだ記憶が残ってるんで、私自身も。だから、なんかね、ああ、随分使い込んだなっていうのはね、私もこう、思い入れがあるとかね、思い出があるというか、ちょっと感慨深いものがありましたね。なんかね、まあ車でもそうですし、まあ例えばカメラでも何でもそうですけど、気に入ったものをね、長く使うっていうのはいいことだと思いますよね。いいことっていうか、なんか、なんていうかな。終わるときに、入れ替える、買い替えるときに、やっぱりこう、すごくいい気持ちになれる。悲しい気持ちも含めて、また、新しいのが来る嬉しい気持ちも含めて、そういうこう、高揚感みたいなのって、なかなかそう、ね、
いつもいつも味わえるもんじゃないですから、なんかね、そういうものが味わえるっていうのはいいのかなと思いますよね。だからね、私も今、手持ちのカメラとか、そういったものはね、長く使っていけるものは長く使っていきたいな、なんと思いましたし、車はね、ちょっと私個人的に、新車とか買わないタイプなんで、新車購入後の初期不良ってあるじゃないですか。もうあれがね、いたたまれなく嫌なんですよ、もう。だから、中古車の、まあ誰かが綺麗に大事に乗ってくれた、その中古車を、まあ、手頃な価格で買うっていうのが好きで、新車って買ったことないんですけどもね。でも、そうすると、まあ、価格的にも抑えてね、ローンとかも組みたくないんで、現金で買えるような価格とかになっちゃうんでね。こう、まあ、せいぜい使っても、4、5年ぐらい、ね、車検2回で3回目取るか取らないか、みたいなね。まあ、そんな使い方しかしたことないんでね、彼みたいに10年近く乗って、こうね、思いがぐっとこう、なんて残るみたいなのはちょっと少ないですけどね。まあいつかはね、そんなこう別れを惜しむような一台をね、買ってみたいなーなんてね、乗ってみたいなーなんて、思ったわけですね。はい。ね、ということでね、今日はまあ本当雑談、取り留めもない雑談で、ご視聴ありがとうございます。まあハンバーガーはまあどうでもいいですけどね。まあそうなんで、皆さんのこうお手持ちのものもね、秋からこう、なんていうのかな、年末、年明けにかけてね、ボーナスシーズンとかも入ってくると、買い替えとか入れ替えとかっていうことが出てくると思うんですけどね、皆さんのこう、お手持ちの長く使っていた愛着のあるものなんかをね、また手放すシーズンになってくるんじゃないかな、なんて思ってね、今日はそんなお話でございました。はい。打ち合わせ、行ってきたいと思います。以上です。